私最初言いましたけど、中心、要するに剣を構えてると思ってる。剣を構えてて、剣を構えるつもりで来てもこう外すんですよ、どんどん。こういう感じね。来た時に腕は払いつつも中心をどんどん攻めていく。そうした方が、先ほどの剣のグラップリングで学びました、その均衡を保つといったそれと正眼ですね、中心を攻めること、それは自分の中心を守るといったことにもつながっていきます。実はうまく前蹴りを使えば入りますので、こんな形で接触して前蹴り入れるとかね、これでちょっとやってみましょうか。いろんなこういう組んでやってたんですか。こんな感じで前蹴りをうまく使いながら、今度は接触して膝蹴りあるいは前蹴りっていった時に下がりながら刺してくる人がいます。バッと前蹴りを入れることができるので、そういうその危険、いわゆるリスクが高いところ、下がりながらもうドドドって来られたらもうこれ接触しようがないので、この場合はもう一旦前蹴りを入れて、入ってくださいって言うけど、前を保ちながら入る気を逃さずに入ってくださいねっていうことを言ってるわけなんです。